市の重要な施策などを発表する定例記者会見の内容をお伝えします。今回は2月21日木曜日に行われた定例記者会見での市長からの発表をお送りします。今回の発表の内容は平成25年度当初予算の概要についての一件です。はい、本日は平成25年度の当初予算について発表をいたしますが、事前に事務的な説明を縛り付きでさせていただいたかと思いますので、私の方からはこの予算の特色、あるいはですね、私が力を入れた部分、そしてこれから議会でこの予算をご審議いただくわけでございますが、おそらく論点になりそうなことなどをですね、中心にご説明を申し上げます。まずですね、大きな特色でありますけれども、こちらにございますように、人件費と交際費を縮減をしたけれども、扶助費が 4.6% 増えたと、こういう点でございますけれども、人件費は、3119人から2500人体制に向けて減らしておる中で、4.1% の減。交際費もですね、合併直前にかなりその借り入れが一部増えた、それが10年ぐらいで償還になってくるというような、そういう流れもあってですね、4.9% の減となっております。ただ一方で扶助費、生活保護費などの扶助費は 4.6% の増ということで、義務的経費は、なかなかこう全体として扶助費の膨らみをですね、人件費交際費の減でカバーしているという状況は変わりはございません。ただ投資的経費でございますが、こちらに書かせていただきましたように、47.1% 普通建設事業費を伸ばしております。これはいわゆる4大プロジェクトなど単独事業を中心にですね、建設事業が非常に膨れておるということで、結果として 5.7% 増の1059億というふうになっております。企業会計については、水道の耐震化、あるいは駐車場のですね、購入費、それから実はフェニックス通りの駐車場と、それからアストの駐車場については、30分の無料化というのをですね、これ、一般会計で、商店街の活性化ということで持たせていただいておりましたが、駐車場会計が一定の力がついたということで、これをもう駐車場会計で、駐車場自体の独立採算の会計で、もう30分は無料にしようと、こういうふうなことを考えておりますので、その分も増えて 10.6% 増ということになっております。それから特会については、福祉関係の特別会計、非常にやはり経費が増大をいたしております。それから下水道とかですね、あるいは農業集落排水など維持管理補修強化ということで増えておるということでございます。次にお願いします。で、今の数字で申し上げますと、一般会計はそういうことで 5.7% 増であります。で、モーターボート競争会計がですね、9.9% と大きくなってますのは、来年度 SG といいまして、一番グレードの高いですね、レースが予定をされておりますので、その歳入歳出とも膨れ上がっているという状態であります。から先ほど申し上げましたような、水道、それから駐車場について、増が当たっておると、こういう状況でございます。次お願いします。で、歳入なんですが、市税についてはほぼ横ばい 0.7% 増であります。で、市債については 50.1%、先ほど交際費、歳出の方の交際費は減っておりますけど、歳入の方の市債はですね、普通建設事業の増に伴って、借金で対応している部分もございますので、かなり増えておるという状況でございます。市債が 50.1% 増というのが非常に大きな特色かと思います。次お願いします。で、歳出でございますが、この扶助費が増えてきてますということで、202億になります。で、この人件費が 4.1% 減になることによって、197億。で、この200億というラインで、初めてですね、扶助費は200億の大台に乗せ、人件費は合併以来初めてでいいんだ、合併以来初めて200億を切るという、こういう極めてターニングポイントになるような、特色ある予算となっております。それから普通建設事業費が、投資的経費で言いますと153億9600万、で、これが昨年の当初予算が105億9000万ですね、10590ということでありますので、ここで48億増えておるということでございます。100億ぐらいが150億ぐらいまで増えてきておるということで、これは非常に積極的な予算であるということがお分かりいただけると思います。次お願いします。
で主な事業でございますが、まあ、防災については5億4300万から9億7400万、これはちょっとあの防災の通信システムの整備の費の増もございますが、79.3% 増ということで、防災に力を入れた予算になってございます。防災物流施設、雲随ぐらず、それから白塚団地の外部外付け階段などを新規で挙げております。それからですね、地域医療のところは、救急医療体制整備事業と新とありますが、まだ予算あんまり増えてません。でこれはいわゆる動き出さない救急車問題ですね、これはずっと取り組んできておりますが、救急相談ダイヤル24、それから去年の9月からの一市病院における三重大学の寄付口座の設置による、医師3人の増と、この2つでやってきたんですが、まだ一番新しい救急車の数字はまだまだ改善が見られていないということ で来年度ですね、この救急医療体制の整備 の取り組みとして、休日夜間診療所、これの在り方をもう決めようかというふうに思っております。で休日夜間診療所の在り方なんですが、今リージョンプラザと大里と、それから被災と3箇所ございます。でリージョンプラザの地下については、機器も不十分ということで、私の就任以前のところでもう構想としてですね、県営住宅跡地、ちょうどここの向こう側になりますが、津市の今駐車場になっておる土地ですが、あそこ今駐車場の中で工事しているのも見えると思います。あれ実は文化財調査を今年やっておりまして、土地は何らかの建物を建てたいというふうに思っておるんですが、場所に、休日夜間診療所を作ろうということで、引き継ぎというか、私は就任前はそういうことになっておりました。でそういうふうにした場合に中身をどうするのかとかですね、あるいは、救急車というか、救急車自体は休日夜間のウォークインなんで受け入れないんですが、救急医療の負担を減らすような休日夜間診療所、つまり救急車を呼ばなくてそこへ連れて行ってとりあえず見てもらえれば大丈夫な人が救急車を呼んでしまうというようなことにならないような休日夜間診療所にしたいというふうに思っておりまして、それは場所としても場所を第一に考えますが、場所ではない場所に作った方がいいということであれば、そういうことも考えなければいけないのかなとかですね、そんなことを考えておりまして、これ来年度早々に着手をして、できれば半年ぐらいで方向性を出したいということで、26年度にこの休日夜間については手をつけられるように、そういう体制の整備ということを考えております。そういう意味では新規ではない、新規検討開始という感じですね。でこちらは心電図、児童の心電図、小学校4年生も増やしていくと、これは心電図以上が小1の次が中1が検査しておりますので、その間で心電図以上が出てくる子どもがいるということで、津市独自に新たに開始しようというものでございます。次お願いします。次の、心つなぐ関連では、地域インフラの総合支所に権限と財源と人員を渡すという話とか、それから地方公民館社会福祉センターの継続的な整備、これはすでにこの場でも何度かお話しておるものでございます。それから中心市街地の活性化、オープンディスカッションをやりましたので、そこで出てきた意見をですね、実際にソフト事業が中心になりますが、実際に実施していく、それからユースクワイアの来年の3月に合唱のイベントがございますので、これの補助金ではございません。これは補助金は出さないということで発表させていただきましたが、関連する事業、コンサートやなどですね、を一部お手伝いをしようというものでございます。それからハード関係、先ほど申しましたように西条と名勝線と、それから産業スポーツセンター、最終処分場リサイクルセンター、非常に大きな数字が出ております。それぞれ実施設計から実際に建設工事に入っていく段階になっておりますので、事業費が膨れております。それから三杉のですね、総合支所を建て替えるとともに、総合文化センターを作っていくと、小さなホールになりますが、それもこれも合併時の約束でやることになっており、今年度実績やっておりますので、来年度実際に10億ということで整備に入っていくということになります。そして被災ですね、被災についてはポルタ被災の購入費も含めまして、それから被災ホールの整備事業と被災東口公園広場の整備への検討、これを、この
後2社の検討も含めまして13億1000万の予算を計上をいたしております。次お願いします。さて今申し上げましたように交際費はこういうふうに減ってきて人件費もこう減ってきておりますけれども扶助費が増えてきたということがございます。その次お願いします。で資産の発行額ですが、まあ、一番上の緑のところは臨時財政対策債ですので、まあ、地方財政対策で決まってくる交付税の身代わりみたいな面がありますので、これなかなか自分でコントロールしづらいんですけども、一応来年度も50億ということを見込んでおります。で、圧倒的に特色があるのは、合併特例差がいよいよ 61.8 億ということで、ですね、非常に大きくなってきているというものでございます。まあ、23.2 億、当初予算、今年の3倍近くになっておりますが、これはすべて、大きな事業ですね、4大プロジェクトなどの大きな事業がそれぞれ建築段階に入ってくるということで合併特例債が大きくなっておるということでございます。ただ財政調整基金については、一定の残高を確保しなければいけませんので今年は72億7000万の繰り入れをしておりますが、まあ、それをしたしてもなおかつ前年度末残高見込みは85億ございまして、まあ、23年度81億、20年度80億ということで、まあ、一定の財政は確保しながらの運営ということで、まだなんとか運営ができているという状態でございます。次お願いします。ただですね、市債の残高については、実は先ほど申し上げてましたように、ずっと市債の交際費の額ですね、毎年毎年のフローで借金返しをしていく分はまだ減なんですが、残高でいうとですね、今回、新発がかなりありますので、結果として、増えるということであります。で、まあ、臨財債は、これは先ほど申し上げたように、交付税で、身代わりなのでコントロールできない面がありますので、まあ、やむを得ないとしても臨済債以外のところもですね、24年度のこれは決算見込みかな、決算見込みよね、決算見込みとに対して25年度の予算ではちょっと増えるというような、25年度末見込みやな、それでね、という状態になってございます。まあ一つのこれもまた今年がターニングポイントになるかもしれません。つまり合併の時に予定しておった合併特例債を使った事業が25年度本格化することに伴いまして、まあこういう形でですね、資産の残高も増える年になるかもしれないということであります。したがって最初のページですが、まあ交際費人件費用が引き続き削減できたと、それから高水準の財政基金は維持できたということで、それから合併特例債などを活用していきますが、結局ですね、資産の残高維持はまあ一応ほぼ図れているものの、まあ、ひょっとするとここ1、2年はですね、合併特例債大きいところで資産の残高は若干増やしてしまうかもしれないという状況ではございますが、まあ、これはいずれにせよ合併8年目の予算になりますので、合併の時点で予定していたことをしっかりと実現していくと、まあ、この予算でございますので、まあ、将来にわたる健全な財政運営を確保しながらしっかりと市民の皆さんに結果をお届けしていく予算ということになろうかというふうに思います。で、後で聞かれると思いますので、市長はこの予算を何と称するかというふうに言われますと思いますからが、先にお答えしておきますと、私は一応積極型前進予算と、積極型前進予算と、まあ、先ほど申しましたように 5.7% 増ということでですね、まあ、積極予算には変わりないと思いますので、まあ、積極的な予算であると、積極型で前進するかどうかは、これはやってみないとわからないということであれば、マスコミさんの方で前進は落としていただいても結構でございます。積極型予算、まあ、積極型前進予算と変えてほしいけれども、まあ、客観的には積極型予算、積極予算かなというふうに思っております。冒頭私からは以上でございます。よろしくお願いします。